東京メトロ18000系電車は、東京地下鉄、半蔵門専用の通勤系電車、2021年8月7日より営業運転を開始した。1980年から約40年にわたり、活躍してきた8000系の置き換え用として、車両のさらなる安全、安心かつ高品質な輸送サービスを提供するため、製造された。 半蔵門線内では08系以来約18年ぶりの新型形式である。統計列が走行する半蔵門線はラッシュ時間帯は高頻度な運行を行っていることや乗り入れ先の区間が多く占めることが特徴であり、歴代車両は8000系に日本初のボルスタレス台車の使用、08系にアルミニウム合金製セミナブルスキン構え体を使用するなど、 時代の先駆けとなる技術を取り入れていることが特徴となっている。これらを踏まえ、歴代車両の遺伝子を継承するとともに、渋谷や表参道、清澄白川、押上など伝統と新しさが混じり合う街に、さらなる活力を与え、幅広い利用者の乗車目的に寄り添う車両を目指して設計されている。2021年10月20日に、 日立製作所と共同でグッドデザイン賞を受賞した。車体は同時期に製造した17000系と同様にアルミニウム合金を使用したダブルスキン構造を上質化を目指すために接合には抹殺角半接合が採用されている。これらを採用することで高強度かつ歪みの少ない仕上がりとなっている。また、構え体の合金種別を 極力 a 6 0 0 5 c に統一することで、リサイクル性の向上を図っている。中間車を例に挙げると、構え体の質量約 6200kg のうち、約87%が a 6 0 0 5 c の合金を使用している。17000系と使用を極力揃えることで、補修部品などの共通化による、将来的な保守コストの削減を図っている。エクステリアは、 8000系や08系の端正な表情を受け継ぎ、前面や側面の形状に合わせて直線的な形状の全照灯を配置している。合わせて、ラインカラーのパープルを基調とした2色の識別体を前面から側面に向かって流れるように配置することで、親しみやスタイリッシュな印象が感じられる外観としている。先頭付近の側面の識別体には、 半蔵門線の路線記号である Z のモチーフを入れている。側面の識別体はホームドアの高さを考慮して8000系や08系のように側面中央部だけでなく上部にも配置している。側面見部には車椅子スペースベビーカースペースを表すピクトグラムが配置されている。客室内はラインカラーである紫色を基本とし天井や床式物、座席、 すり革に取り入れている。伝統と新しさが混じり合う街や多様な人々の活気を表現するために、車内の床から天井に向かって明るい色となるようなトーンオントーン配色を採用している。床面と座面を同じ色で構成することで、近く間においても開放感が感じられるようにしている。1万系以来引き続いて、2棚は、 アルミ製のフレームに強化ガラスをはめ込んだものを、連結面貫通扉には強化ガラス製の扉を採用している。また、袖仕切りは17000系と同様に、全体が強化ガラスを使用し、下部折り物を想起するような柄を引用しながらも、単調にならならないように、水玉模様や車線などを並べて、リズムを作っている。この柄は、連結面貫通扉の衝突防止表示にも、 使用されている。連結面貫通扉は回避アシスト機能を付加することで軽やかな回操作を可能とし、エアクッション付きドアクローザーを採用することで開閉時の安全に配慮した構造としている。座席はドア間が7人掛け、車端部が3人掛けのロングシートで一人分の掛け幅は4 6 0ト、mm、ルモケットを紫色としたバケットシートを採用している。 表地は折り物を想起させるような柄を採用し、アラミド繊維を折り込むことで、耐久性の向上を図っている。バリアフリー工場のため、床面の高さを8000系と比較し、1200ミリメートルから1140ミ、mm、リメートルに低減すると、共に上高ドアで入り口下部の形状を、ホーム側に約10度傾斜させることで、ホームと車両との段差の低減を図っている。また、 車椅子やベビーカーの利用者も乗降しやすいようにフリースペース近くの乗降ドアのドアレールに切り欠き加工を行っている。多様なニーズに対応するためすべての車両の車端部にフリースペースを設けている。車端部では吊り革の高さを床面から 1580mm、荷棚の高さを 1700mm に設定している。利用者に安心感を提供するため 全車両のドア上のカモイブにセキュリティカメラを千鳥状に1両あたり4箇所設置されている。設計工数を低減するため同時期に製造されている有楽町線、福都心専用の17000系と共通化している。ただし、半蔵門線に運行するのに必要な機器は乗務員の取り扱いを考慮して配置している。 TGK1 ハンドルマスコンの左横には将来の ATO 化を見据え出発ボタンが配置されている。デフロスターを運転し全面ガラスだけでなく貫通扉にも設けることで前方視界向上を図っている。主電動機には1時間定格出力 205kW の東芝製の永久磁石動期電動機を採用している。地下鉄区間は駅間が短いことや急勾配。 究極線が多いこと、高加速、高減速を高頻度使用することの3つの特徴があるため、高いトルク出力が必要となるが、相互直通運転先を考慮し、設計最高速度時速 120km を満たすため、波数比を7.07にしている。これらを踏まえた上で、全体的に高効率となるよう調整することで、 従来の誘導電動機の規約効率が8000系、制御更新車の約92%に対して約96%に向上している。ブレーキ制御は、編成全体の改正ブレーキを最大限に活用し、運転時に滑走を抑制するため、ブレーキ指令に対して、編成全体で必要なブレーキ力とすべての m 車で、改正可能なブレーキ力を TIS で集約し、 M 社の回生ブレーキだけでブレーキ力が不足する場合はすべての T 社の空気ブレーキだけで補足する編成統括ブレーキ制御方式を採用している。雨天時はワイパーの作動を検知することで雨天の影響を受けやすい先頭車から後方車に向けてブレーキ力を傾斜配分し車両の滑走を軽減する制御を付与されている。台車は低速。 急曲線区間と比較的高速で走行する直線区間の両方が存在する半蔵門線で走行することから曲線通過性能と直進走行安定性が両立できるように配慮している。ありがとうございます。